オリンピック山脈オリンピック山脈はアメリカ合衆国ワシントン州西部オリンピック半島中央部に位置する山地である。この山脈は最高峰であるオリンポース山の標高が2428メートルとそれほど高くはないが西斜面は太平洋に直接面しているためアメリカ本土で最も湿度の高い場所であり世界有数の温帯雨林を多く抱えている。 高温帯雨林にあるホーレンジャーステーションは毎年平均3600ミ、mm、リメートルの降水量を記録している。山脈の大部分はオリンピック国立公園の範囲内にあり保護されている。山独のハリケーンリッチこの山々はかつて先住のドゥアミッシュ族にスンイコールアイコールドと呼ばれていた。山脈を初めて見たヨーロッパ人は百七十四年に沖合を 通ったスペインの航海者、フアンペレスで、彼はこの山脈をシエラネバダデサンタ・ロザリアと名付けた。1788年、イギリスの海軍軍人、ジョン・ミアズは中国からの帰還の際に北米太平洋沿岸を探検したが、この山脈の沖を通った時雪を冠した山並みの交合しさに心を打たれ、ギリシャのオリンポス山にちなんでオリンポス山と名付けた。 その他のヨーロッパ人による命名はどれもこの名ほど支持を受けず、ワシントン州開拓初期の1864年、シアトルウィークリー・ガゼット氏は政府にこの名を正式採用するよう呼びかけた。この山脈はワシントン州西部のどこからでもはっきりと見えるものの、1890年代まで山脈の内部の探検はほとんど全く行われなかった。 オリンポス山への初登頂は1907年で、そのわずか数年前にシアトルで結成された野外活動組織マウンテナーズが成功させた。冬のオリンピック山脈を東より見る。左の大きな双子の峰がブラザーズ、右がコンスタンス山。オリンピック山脈は険しい峰々で構成され、その山脈は非常に分厚い森林で覆われ、 深い渓谷が丘を切り裂いて流れている。温帯雨林の極総林は、首都カトウヒとアメリカツガで形成され、いずれも大きな木は高さ50メートルから70メートル以上に達する。またオレゴンパインは小さな森を形成する。その他様々なもみも見られる。森の中にできた空き地は速やかに変えで、藩の木、アメリカ張り吹きで終わる人の行く手を遮り、 森の中を歩くことを非常に困難にしている。高い降水量のため、うっそうとした温帯雨林の他に、標高の高い地帯では、雪原や氷河も非常に多くなっている。氷河は海抜1500メートルまで伸び、山脈の上を真っ白に覆っている。セオドアル・ルーズベルト大統領は1909年にこの地を オリンポス山ナショナルモニュメントとすると宣言し、1938年にオリンピック国立公園となった。主な峰は以下の通り、ありがとうございます。